和ズ城は青森県弘前市、和ズ町にあったとされる日本の城である。郷土料理、系の汁発祥の地とする伝承がある。和ズ城は未だに弘前市内のどの辺りにあったのかがはっきりしておらず、和ズ稲荷神社、または和ズ坂付近と言われているが、一般的には同神社が城の中心部ということになっている。 青森県の遺跡地図では、県遺跡ナンバー202077、カズノ町遺跡が、種別、縄文中期の散布地、及び上官跡として搭載されており、上日の神社一帯を宝蔵地としている。なお東場には、元気2年に、大浦亀信により攻め込まれた際、木内の幼い市川の兵が、落城前に食べた食料がけの汁の起源となったとする。 県の知る発祥の地伝承があり、地元の有志団体による啓発イベントが行われている。講和年間、藤崎城主安藤氏の初流安倍氏が築城したと言われている。南部氏が攻めてきた文安二年、清原氏の流れを組むとも言われる背下、幼い氏の内通によって、城は落城。以後、幼い氏は南部氏に従い数則城の城主となった。天文十二年。 大浦正信が、数則城主、幼い久しと戦って打ち死にしている。しかし、元気2年5月5日、近隣の石川城が、大浦亀信の奇襲をよって落とされた。すると、それに勢いづいた、大浦勢が、森岡信元約250人、小笠原信清約150人、亀信本体約500人で三方から攻め寄せた。幼い佐抜神は、 一族不代と共に、約50人で出撃し、十二夜ま五郎に撃たれ、カズノリ城の城兵約140人と出撃した、部隊は一人残らず討ち死にし、カズノリ城は落城した。また、佐ヌキ神の父長春も援軍として駆けつけたが、形勢不利と見て、新類田舎建家の居城田舎建城に引き上げる途中、小笠原の武器予隊に撃たれた。その後、 和則城はタ信によって、廃下の森岡信元に与えられた。和則城は、その後、広崎城が完成した頃には、自然に廃城の状態となったものと思われる。ありがとうございます。